英語の音節をベースにした発音。よく聞くと平坦な発音ではなく、リズミカルに強弱を繰り返していることに気づかれるでしょう。英語には強弱のリズムに関する発音原理があります。そして文の中で強く発音する音節と弱く発音する音節は、ある一連の規則で自然に決定された上で発音原理になるべく合わせて発音されます。この英語のリズムの発音原理は、英語の日常的な使用や歌詞作りへと活用されており、英語の実用や応用に非常に役立つものです。今回の動画は英語のリズムに関する発音原理と文中の強弱を分ける基礎的な規則、そしてその例外を概観し、英語のリズムに関する基礎事項をマスターします。英語の発音の実践において、カタカナ英語の発音から脱却する重要な手がかりとして、音節という主に母音を中心に構成される英語話者の心理的な音の単位があります。英語の発音をさらに耳と口で鳴らしていくためには、その音節の単位をもとにしたリズムという要素が重要です。日本語はモーラという拍を空文字ごとに当てて、それぞれの拍を均等な時間間隔で並べることでリズムを取る言語です。他の言語話者が日本語を聞くと、音程のあるマシンガンの連射を聞いているようなタタ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 という響きがあるようです。一方、英語は強制拍リズムというリズムを取る言語です。これは文中の強く発音する音節をなるべく時間的に等間隔に置こうとするタイプの言語です。どういうことか具体例で見てみましょう。まず画面上の短い文章の発音確認からです。これは Beth meets man と発音します。まず肩慣らしに一度発音してみてください。 Beth meets man。 この時間の間隔を覚えておきましょう。次に少し音節数を増やしたよく似た意味の文を見てみましょう。後ほど理由を説明しますが、この文では灰色部分の音節を弱く発音し、 Betty will meet some people と発音します。赤色の大きな丸が強く発音する音節部分に対応します。この部分が先ほどの間隔に近くなるよう、時間的にほぼ等間隔になるように発音してみましょう。 Betty will meet some people。 ではさらに音節数を増やしてみましょう。こちらも後ほど理由を説明しますが、灰色部分の音節を弱く発音し、 Elizabeth will be meeting some of the people と発音します。赤色の大きな丸が強く発音する音節部分に対応します。この部分が先ほどまでの時間間隔に近くなるようにし、時間的にほぼ等間隔になるように発音してみましょう。 Elizabeth will be meeting some of the people。 強く発音する音節が時間的に等間隔になるようリズミカルに発音するためには、その間に複数の弱く発音する音節がある場合、その数が多ければ多いほど早く短く発音することになります。ここに日本語話者が英語のようなリズムを取る言語に対応するのに苦労する大きな理由があるわけです。ではここまでの重要事項をまとめましょう。英語では文中の音節数にあまり左右されず、強く発音する音節が時間的に等間隔になるように発音する。これが英語の文を発音するときの大原則です。次に、どの音節を強く発音し、どの音節を弱く発音するのかを決定するルールを見ていきます。ここからの内容の大半は、英語の大きな傾向である語の種類による文矯正の決定に主に焦点を当てていきます。非常に重要な傾向なので、解説の後ケース別に演習を行い、最後にそのルールの代表的な例外をいくつかご紹介します。先ほど見た中の Elizabeth will be meeting some of the people を代表例として考えましょう。強く発音される音節を含む語については、語の中の音節の強弱は語ごとに決まっています。どの音節を強く発音するかは辞書の表記から特定できます。辞書の英単語の項目で語の途中に入っている中点は語の中の音節の切れ目を表しています。また辞書の発音記号の表記には、それぞれの方法でどの音節に第一矯正アクセントを置くかが明示されています。
辞書や単語帳を通してそれぞれの語のアクセント位置を把握しておくことが前提です。英語の通常の文の中でネイティブが文中で強く発音する音節を含む語の多くは名詞、動詞、形容詞、副詞といった内容語と呼ばれるものにあたります。特別な文脈がない場合に語ごとの強制位置に従ってネイティブがこういった語の強制が置かれる音節を文中で強く発音します。一方、特別な文脈がない場合にネイティブが文中で弱く短く発音する音節だけから構成される語があります。これらは内容的な意味をほとんど持たず文中で文法的な役割を果たすものと特徴付けられ機能語と呼ばれるものにあたります。このように文中の要素は文強制が置かれるものとそうでないものとの2つに分かれるわけですが、両者を分ける主な要因は品詞及び文中での文法的な機能です。あくまで特別な文脈がない場合ですが、ネイティブが文中のどの音節を長く強く発音し、どの音節を短く弱く発音するかは語の品詞、種類から割り出せるというわけです。ただし文強制が置かれる語と置かれない語との区別は文法的な区分である内容語、機能語と必ずしも一致するわけではありません。よってここでは内容語、機能語といった用語を使わずに文強制が置かれ文中で長く強く発音される音節を含む要素を赤色で表示します。文強制が置かれず文中で短く弱く発音される要素は青色で表示していきます。では語の種類で文強制が決まることを抑えた上で強制が置かれる音節、置かれない音節は結局どう決まるのかという点でまとめ直しましょう。原則的に文強制が置かれる一音節語の音節全体を強く発音するか、もしくは文強制が二音節以上の語に置かれる場合については語強制が置かれる音節だけを強く発音します。強制が置かれない音節は文強制が置かれない語、もしくは文強制が置かれる二音節以上の語の中で語強制が置かれない音節のどちらかです。このように語の種類と語全体の音節数、そして語強制の置かれる位置が最終的に文の中から強く発音する音節と弱く発音する音節とを見極める決め手となります。以下ではこれら4つの条件をいちいち述べることなく文強制が置かれる語と置かれない語の種類に注目して場合分けをしていきます。画面のように音節単位で考えたい人はこの現在の図式を手元でチェックした上で先に進んでください。文強制が置かれる語の種類と置かれない語の種類の区別を一覧すると画面のようになります。文法用語で見ても分かった気にはなりにくいものです。ここからは特にややこしい区別を中心に重要な注意点を具体例とともに紹介します。まずは混同されがちな一般動詞と助動詞の区別が現れる例で見ていき、ついでに文で強く発音される代表格と文で弱く発音される代表格も一緒に押さえましょう。前半で見た強制拍リズムを思い出し全体をリズムよく、特に弱音節は弱く短く発音しましょう。 I have had a wonderful time。 いわゆる認証代名詞の I、 そして縮約を受けていない完了の助動詞 have は弱く発音するのに対し、一般動詞持つという意味の動詞 have の過去分詞形 had は強く発音します。不定冠詞 a は弱く、形容詞 wonderful、 普通名詞 time は文中で強く発音する音節を持ちます。この例では特に完了の助動詞 have と一般動詞 have との違いに留意してもう一度発音してみましょう。弱く発音する完了の助動詞は曖昧母音 a を用い、強く発音する一般動詞の方は口を横にもある程度広げた音 a を用いて発音します。 I have had a wonderful time。ちなみに弱く短く発音する代名詞主語と助動詞が縮約すると一つの語となり、結果母音数そして音節数が減って発音されます。 I've had a wonderful time。 次に前置詞 to 不定詞の to を新たに導入します。これらは原則的に文中で短く弱く発音するということを3つの例を通して定着させましょう。 I'd like to become a lawyer。
I'd は先ほどの I've と同様に認証代名詞 I と助動詞 would とが合わさった縮約形で弱く発音します。一般動詞の like、become は文教性を受け、間の to 不定詞の to は弱く短く曖昧母音 a を使って ta と発音するのがポイントです。不定冠詞 a も曖昧母音で弱く発音し、続く普通名詞は語強制の置かれるところを文中で強く発音します。ではもう一度発音してみましょう。 I'd like to become a lawyer。 今度はこちらの文をリズムよく発音してみましょう。 I want to be like a father。 認証代名詞の I、her は弱く短く発音する一方で、一般動詞の want は強く発音します。 to 不定詞 be 動詞を含む助動詞は単体で弱く短く発音されるのに対し、普通名詞は強く発音する音節を含みます。ここで重要なのは残った like です。先ほどの例にあった動詞 like と異なり、何々のようという意味の前置詞 like は弱く短く発音します。もう一度発音してみましょう。 I want to be like a father。では先ほどの2つの文のエッセンスを合わせた1つの文で発音練習してみましょう。特に一般動詞 like と前置詞 like との違いに留意します。 I'd like to become a lawyer like a father。 先ほどの説明を統合すると画面のようにまとめられます。ではもう一度リズムよく発音しましょう。I'd like to become a lawyer like a father。 次に先ほどの前置詞に対して文中で副詞的な役割を果たすものの発音のされ方に注目します。今度はこちらの文をリズムよく発音してみましょう。 I want him to put it on the desk。認証代名詞 I、him、it は弱く短く発音する一方で、一般動詞の want、put は強く発音します。 to 不定詞の to、 前置詞の on、 冠詞の the は弱く発音する一方で、普通名詞の desk は強く発音します。 I want him to put it on the desk。 次に先ほどと見た目上はよく似ているこちらの文をリズムよく発音してみましょう。I want him to put it on。 認証代名詞 I、him、it は弱く短く発音する一方で、一般動詞の want、put は強く発音します。 to 不定詞の to は弱く短く発音します。先ほどの例と違い、文末の on は後に名詞を続ける前置詞ではなく、機能としてはこの場合服を着ている状態を述べる副詞的な役割を果たしているもので、文の発音の上でも副詞と同様強く発音されます。 I want him to put it on。 次に弱く短く発音される接続詞に注目しましょう。こちらの例をリズムよく発音してみましょう。 Ladies and gentlemen。 普通名詞 Ladies、 Gentlemen は強く発音する音節を含む一方で、いわゆる接続詞は文中で弱く発音される品詞です。 Ladies and gentlemen。 ここで先ほど見た副詞と比べ、接続詞は文中での強制の置かれ方が違うということを2つの例を通して見ていきます。こちらの文をリズムよく発音しましょう。 When did he come to live in Japan?文頭の when は機能語ではあるものの、疑問詞全般はその語彙的な品詞に基づき強く発音されます。助動詞、認証代名詞は弱く短く発音され、一般動詞の come、live は強く発音されます。 to 不定詞の to、 前置詞は弱く短く発音され、固有名詞は強く発音される音節を含みます。 When did he come to live in Japan?
次にこちらの文。John was seven when he came to live in Japan.固有名詞の John や Japan は文中で強く発音する音節を含む品詞です。 B 動詞は助動詞の一種として単体では特に弱く短く発音され、数詞は強く発音する音節を含みます。注意したいのが次の語です。先ほどの疑問詞の副詞 when とは異なり、後に節を導入する接続詞の when は弱く短く発音します。その後は先ほどの例と概ね同じです。一般動詞は強く発音し、認証代名詞 to 不定詞の to、 前置詞は弱く短く発音します。 John was seven when he came to live in Japan。次に否定時 not の文中での発音について見ていきます。こちらの文を発音しましょう。 She's not home。 認証代名詞および縮約を受けない助動詞は文中で弱く短く、 home は副詞として文中で強く発音しますが、この文では特に否定時 not が文法的には機能語であるものの、このように単独で文中にある場合は強く発音する傾向があることに注意しましょう。She's not home。 ただし否定時 not がその前にある助動詞と縮約した場合は、否定時の部分にはアクセントが置かれず、ひっついた先の助動詞が文中で強く発音されます。このアクセント位置の変化に注意しましょう。 She isn't home。 最後の場合として、話して聞き手のいる空間と物体との位置関係から使い分けられる指示代名詞と認証代名詞関係詞との違いがくっきりと一つの文の中で現れる例を見てみます。 That is the book that I bought。 文脈上のものではなく、視界に入っているものを指さすように名指しする代名詞指示代名詞は文中で強く発音します。 B 動詞は助動詞の一種に部類され、単体では弱く短く発音されます。冠詞 the も短く弱く発音される一方で、続く普通名詞や文末の一般動詞は強く発音されます。この文で気をつけたいのは、文頭の指示代名詞 that に対して普通名詞 book の後に続く関係詞 that は短く弱く曖昧母音で発音されるということです。さらに文頭の指示代名詞 that との比較で気をつけたいのは、これまでの例でも見ている通り、通常の認証代名詞は文中で弱く短く発音されるということです。That is the book that I bought。 英語において文中で強弱の区別がつけられる大きな傾向は以上の通りです。画面上の区別はあくまで参考までにとどめてください。画面の品詞名や語の種類を名称のまま頭で覚えようとするのは実践的ではありません。ネイティブの話者が発音する英語の文のリズムを聞き、またそのリズムで発音する中で、この画面で表される区別が自然にできるよう、具体例に基づいたたくさんの英語経験を積み、体に染み込ませていくことが重要です。文脈の中で文が作られる際、前の文脈で出てきたものを受けて、それを繰り返さずに表す方法が英語にはいくつかあります。先ほど見た認証代名詞を筆頭に、前の文脈に言及するもの、いわゆる旧情報にあたるものは名詞や副詞であっても通常文中で弱く発音します。例えば上の文の傍線部 one は前の文の a car を受けているので弱く発音します。 Have you got a car? You should have one。 下の文の傍線部 so も前の発話全体を受けているので、 Is he coming? という問いに対して、 I don't think so ではなく、 I don't think soと、so を弱く発音します。強く発音するはずの名詞の中にも弱く発音する認証代名詞や one などの例外があったように、副詞の中にも例外があります。特に now や here など話者が今いる場所や時間に言及する副詞は、話者の置かれている状況で分かる内容を表すので、通常文中では弱く発音されます。傍線部の副詞は弱く発音されるのが普通であることを文の発音を通して確認しましょう。 What are you doing there? She lives here.
しかしこれまで紹介してきた要因を塗り替えることがある話者の意図という点があることに注意してください。話者が何に焦点を当てるか、何を強調したいか、前後で対比したいものは何かによって、これまで弱く発音すると紹介してきた語の種類も強く発音されることがあります。例えば画面の文のオレンジ色の箇所は語の種類としては弱く発音するべきですが、画面のような文で前もしくは後に来る要素と対比を強調したい場合、強く発音されます。 She lived in Canada, but now she lives here. Christians say they're in the world, but not of the world. 最後に、英語で強制拍リズムを守ろうとする原理によって、これまで述べてきた強弱の決定要因が揺るがされる一部の例外です。まず本動画の中盤あたりの例の中で、画面上に中を出していたポイントです。弱い音節が3つ以上連続する場合は、強く発音する音節の間隔が開きすぎだと感じられる場合があります。話者が心地よいリズムを実現するため、その真ん中あたりに位置する音節を本来より強めに発音することがあります。これにより強く発音する音節の時間的間隔を空けすぎない効果をもたらします。また強く発音する音節が隣接してしまう強制の衝突という現象が起こった場合にも注意が必要です。特に最後の音節を強く発音するものの直後に最初の音節を強く発音するものが続く場合です。例えばニューヨークとシティ、ニューヨーク市を表すフレーズを作り、本来の強制の位置のまま発音すると強制の衝突が起こってしまいます。強制拍リズムを守るため本来の発音を逸脱し、ヌーの方をむしろ強く発音し、ヨークを少し弱めに発音します。画面のように発音すると強制拍リズムが守られることを耳と口で確認してください。ニューヨークシティ。同様の要因で本来弱く発音されるべき語が語順や語の並びからリズム上強く発音される有名な例外を紹介します。 B 動詞は助動詞の一種として弱く発音するのが原則ですが、 WH 要素、B 動詞、そして代名詞主語という語順の疑問文では、文末の弱い代名詞主語の前の B 動詞を強めに発音します。 Who are you? Where is she? また文末に来た B 動詞、助動詞は強く発音されます。 Here it is. Here you are. Yes, we can. 今日のまとめです。英語は強く発音する音節を時間的に等間隔にしようとする発音原理、強制拍リズムを元にしています。英語の文では、文中で強く発音される音節と弱く発音される音節が、語の品詞や種類、そして語自体のアクセント位置によって、そしてさらには文脈や語順、話者の置かれている状況、意図している内容など、さまざまな要因が作用して決定されます。冒頭で少し見た英語のフレーズや有名な遊び歌の歌詞を改めて振り返ってください。どの音節を強く、どの音節を弱く発音するかは実際に耳にしなくても判断できるようになっているでしょうか。まだ自信が持てない方は本動画の内容を振り返り、こちらの該当のフレーズの発音や歌を実際に聞いてみて、強制拍リズムを体で感じてみてください。強く発音する音節を見極め、これらがなるべく時間的に等間隔になるようリズミカルに発音するという英語の強制拍リズムを耳と口で習得していくことが、カタカナ英語から一気に抜け出す近道となります。本動画の内容をしっかりと踏まえた上で英語のさまざまな実践に生かしてください。